サイレントヒルワークスマニアックチャンネルへようこそ。始まりました。ということで朝ね、8時に、あ、9時か、9時に、モンキーのオーナーさんが、初対面いたしました。で、今日シートのステーですね、取り付けのステーと、CC バス来るんでフェンダーカット、あとは、ステップ、やっていきたいと思います。で今日ねちょっとねめちゃめちゃ暑いんで、まあ、いつももう最近ね毎日暑いんですけど、皆さんね水分こまめにとっていただきたいと思います。ということでよろしくどうぞ。はい、ね、シートの裏側なんです。このスプリングね、皆さん多分ねすごく取り付け大変じゃないかなと思ってるんですけど、これナット溶接してあります。簡単なんですよねこれね。ちょっとねメッキの部分が色変わっちゃうんですけど、もうそれは良しとして、ここにこうよいしょよいしょ、取れないな、あ、ごめんなさいね、なんか画面がぐるぐるしちゃって、ここねナット溶接をしてあります。ここ平らに削って、ここね周り平らに削ってフランジナット、これだったら楽に取り外しができるんで、両方ともそんな感じでやってあります。こっちね、で下これをまあ、こう溶接するんですが、斜めにここ斜めにカットしないとまっすぐにならないんで、斜めにカットしてから溶接したいと思います。危ねえぜ。しかも暑い。持てない。暑くて。こんなに暑いんですよね、これ。6ミリ。
暑い、これは。暑い。はい、できました。これね、またがってみたいと思います。いいぜ、かなり。いいっすね。フェンダーこんな感じですね。跳ね上げ、ちょうどここが逃げてくれました。ここね、これそのまま使います。後ろは跳ね上げで CC バーを作るという感じになります。でステップはね、ちょっとね、次回にしようと思います。思い当たるところがあるので。
はい、できました。何分でできた？4分です。4分、はい、よいしょ。おっと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 、はい、ね、ちょうどいい感じに収まりましたね。はい、違和感ないです。で、これを明日ですね、テールとフェンダー、テールはね、どうしちゃったかな、これだ。はい、これつけます。これとフェンダー、これですね、先ほど切ったやつ。次の動画はこれをお送りしたいと思います。はい、今回 CC バーちょっとね、動画だとね分かりづらいとは思ったんですけど、頑張って理解してください。はい、すいません。本当はね、説明ちゃんとすればよかったんですけど、取りっぱなしだったんで、これ見て理解してください。ということで、今回は、シシバで、次回は、先ほど言ったテールとフェンダー、あとシシバの取り付けの動画をお送りしたいと思います。ということで、いってらっしゃい。